はい、皆さんこんにちは、ワンダリングフィッシュです。今回はですね、黒田との対戦ということで広島カープとの3連戦をお届けをしていきたいと思います。で、黒田の持ち球とかもね確認していきたいと思いますが、ストレート、スライダ ー、SFF にツーシームですね。はい。で、あとですね、ちょっとすいません、この前実はこの広島戦の前にタイガースとの2連戦があったんですけども、ちょっとですね、機器のトラブルがありまして、録画というか実況の方がですねちょっと失敗していましたので、ちょっと口頭で簡単にお伝えするとですね、岩崎メッセンジャーと対戦しまして、まあ2連勝収めました。で、吉野部の方はというと、特に第2戦メッセンジャーの先発の試合だったんですが、まあそこで、決勝のツーランホームランを打ったというような成績を収めることができました。で、今回はですね、その後、タイガース2連戦、広島3連戦の5連戦のうちの広島の3連戦ですね。こちらをお届けしていきたいと思います。さあ、先発黒田ですね。今季ジャイアンツとは初対戦、黒田。昨日のゲームは見事なホームランを放ちました。ゲッツー崩れでランナー残りました。ツーアウト、ランナー一塁。黒田、そしてキャッチャーは相澤。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。まずはカーブから入ってきましたね。まあ、ピッチャー牽制がうまいですからランナーはやりにくいでしょうね。ああそうですね。これツーシームかな。どうだ、打った、これは入るか、入った、先制のツーラン、黒田からツーランホームラン。カープ痛い一発を浴びています。高めに浮いてしまったストレート、これはストレートでした。取られた打球はスタンドまで届いてしまいました。カープ先制を許します。これはポール直撃のツーランホームラン。5番に一発を浴びてしまいました。しかしまだ2点差、後続はしっかり立って黒田渾身のストレート、ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。いきなりのホームラン、直撃、フェンスじゃないポール直撃です。ただ黒田がボコボコになる姿は見たくない。1回の裏カープの攻撃です。カープはご覧のような、今日のジャイアンツの先発は沢村です。鈴木が打席に入ります。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。さあワンストライクから沢村、第2球、高めのボール、これはどうだ、セカンド取る、これはユーバーターが軽快にさばきました。お、さらにジャイアンツが2点追加して4対0、黒田打たれてますね、今日は。4番バッター、高橋、まあ、前の打席はストレート打たれましたから。さあ、ワンアウトランナーなし、3回の表、ね、黒田対高橋をしのぶ。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。次が2球目。次は何投げてくる？これスライダーですね。ボール先行です。ツーシーム、スライダーと2球続けてボール。西さん、バッターの高橋、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。まあそうですね、これは状況にもよりますが、引っこ抜けが来たんですけどね、仕留められませんでしたね。ボールを強く叩こうとする意識が強いバッターですね。うわー、スライダーか。有効カウント、ツーボールツーストライク。黒田第5球、ツーシームかストレートか。ツーシームだー。ここにツーシーム決められると打てない。ただカープの方は沢村を打ちあぐねてるようですね。黒田との3回目の対戦です。6回の表ノーアウトランナーなし。第9はカーブから入ってきました。ビハインドで迎える6回です。
さあ小宮山さん、これ以上離されると厳しいですから、しっかり抑えていきたいですよね。ここで点を取られると投げてる自分が一番苦しくなるんですから。おっとこれはどうか、粘りの投球ができるんでしょうか。この打球がフライになっています。取られるね。菊池が抑えています。ストレートでしたけども打ち損じました。さらに2点追加して、黒田はもうマウンドから降りてますか。小宮山さん、キャッチャーとしてはまず何が頭にあるでしょうか。降りてますね。中崎に変わってますね。このままいくと、まあ、黒田は負け投手ということになってしまいますけど、おストレート152キロにスライダー、チェンジアップにカーブというところで、8回の表ノーアウトランナー1塁。初球はスライダーから入ってきました。今日は黒田から先制のツーランホームラン。これはストレートでしたね。変化球を狙っていたかもしれませんね。ストレートに振り遅れてますよね。これは丸の定位置。ここは打ち上げています。センター掴んでワンアウト、ワンアウトランナー一塁となりました。試合の方は最後2点返されたものの6対3でジャイアンツが勝ってますね。残念ながらカープ敗れてしまいました。小宮山さん、今日はピッチャーが崩れてしまったのがもう一番の敗因でしょうね。今日は沢村がヒーローですね。こういう試合になるとどうしてもまあコテコテに回ります。黒田は初黒星がついてますね。しっかりと結果を残せたと思います。セリーグその3試合結果は DeNA タイガースが勝ってますね。パリーグの方はファイターズ、ライオンズ、ソフトバンクが勝ってます。セリーグはもう、ジャイアンツの独走態勢です。広島との3連戦、第2戦は広島が長川、ジャイアンツの方は大竹でしたね。先発マスクは相川がかぶってます。第一戦で黒田打ち崩したと言っていいと思います。この第二戦長川もきっちりとね、打っていきたいと思いますけど、そろそろ由伸の方の調子、疲労、このあたりが心配になってきますね。5連戦とかになってくるとちょっと心配なんですよね。この試合の後の状況を見てですね、アシスタントさん呼んで、疲労なり調子なりっていうところ面倒を見てもらいたいと思いますが、1回の表1点先制して、なおワンアウトランナー2塁の場面で高橋由伸です。ランナーを背負った場面です。ここはきっちり抑えて次の回につなげていきたいですね。そうですよね。ただピンチでも落ち着いて投げられるピッチャーですから簡単に打たれはしないでしょうね。その長川、まずはフォークボールから入ってきました。やはり安易にストライクから入れませんよね。ピンチですからね。なるほど、そうですか。バッターボックスの高橋、今シーズンの得点圏打率は5割8分3厘となっています。さすが4番、素晴らしい数字ですね。ここも期待十分ですね。はい、期待しましょう。さあ次は打ちました。これはセンターフライ、センターが取りました。ツーアウトです。ツーアウトランナー二塁となりました。ストレートだったと思うんですが、ちょっと芯を外してしまってセンターフライに倒れました。西さん、各球場特徴があるかと思うんですが、一方のですね、広島の方の攻撃、1回の表です。ピッチャーは大竹、自分でも得意とする球場は分かってますよね。やはりそうですよね。1番バッターの鈴木、
この1番鈴木51っていうのはイチロー鈴木と同じですね。これは抜けた。ただ亀井の正面でしたね。レフトライナー。試合の方はというとですね、ジャイアンツが2点追加して広島が1点返して2点リードという場面に移ります。3回の表ツーアウトランナーなし、長川との2回目の対戦。ツーアウトランナーありません。ど真ん中にストレートが来たと思って振りに行ったんですが、フォークボール。ツーアウトランナーなし。ワンストライクから第2球目の長川。どうだ、うまく打ったぞ。弾き返した打球はライトへ。うまくフォークボールだったと思うんですが、打ったつもりなんですが、いまいちでしたね。ただ試合の方は5対5の同点になってますね。大竹が打たれたんですか。松田ズームズームスタジアム広島から。ピッチャーは今村の方にスイッチしてます。ストレート151キロ、スライダー、縦のスライダーもありますね。シュートにカーブ、フォークも持ってると。ただ傾向としてはスコアラーは速球中心と言ってますので、追い込まれるまではストレート1本で待ちます。塁に出して余計な神経は使いたくないですからね。まずはカーブ、先頭バッターはしっかり抑えたいところですね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。ストライクゾーンかすめるようにカーブが入ってきましたが、第2球はどうだ。これもね、当たりは良かったんですけどね、待ってたストレート。さあ試合の方はジャイアンツが1点追加して勝ち越しました。打席には7回の表、クリがマウンドに上がっているようです。ツーアウトランナーありません。クリはね、前回クリとの対戦では場外ホームラン打ってますから、イメージはいいイメージ持ってますよ。ツーアウトランナーなし。2球目は何で来るか。ボール。2球目はカットボール。今日吉野部当たり、いい当たりは出てるんですけど、ヒットは出てませんから、ここで1本ヒット欲しい。これはスライダーかな。ファールグラウンドへのフライです。よし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 。ワンボールツーストライク。4球目。うわー、ボール球でしたか。うわー、ピッチャーゴロだ。1塁アウトで3アウトチェンジです。今日はヒットが出ないかな。もう一回回ってくるかどうかというところ。さあピンチになってます。さあそして打席には、打席には菊池、得点圏ランキングもいいですね。まあここは逃さない場面でしょうね。なるほど、そうですよね。ノーアウトランナー三塁一塁、絶対のピンチ。変化球打った。ただこれはゲッツーになるな。二塁アウト。際どかったがアウト。ダブルプレーです。ただゲッツーの間に1点返してますね。試合の方は同点です。ただここで最少失点で抑えられたっていうのは良かったですね。試合の方は8回の裏、ノーアウトランナー1塁です。5番グスマン、ファーストランナーはエルドレッド。ワンバウンドヒットになった。ライト前ヒット、ライト前ヒット、ここは綺麗に流していきました。まあそうですね、これで作戦も立てやすくなりますから、いい仕事しましたよね。ノーアウトランナー二塁一塁は田中が入っています。さあ勝ち越しのランナーを置いた状況となっています。ここは大事ですからね、しっかりとボールを見ていきたいですね。なるほど、そうですね。フルカウントからよく見極めました。これはフォアボールか。ノーアウト満塁、西村大丈夫か。いや本当にね、価値あるフォアボールですよ。よく見ました。チャンス広がります。ここで7番木村翔吾、ワンボールツーストライクから打席には空振り三振。前にボールを飛ばせません。まずはワンアウト。最後は変化球に体がのけぞるような形でスイングアウトです。大きなチャンスだったんですが、そしてキャッチャー相澤です。三振に終わりました。ここで追いついてね、
勝ち越したいですよ、ね、変化球打ったサード取った本塁これはホームゲッツダブルプレイホームゲッツに仕留めましたね。ここは決めてみたかった場面なんですが最後はダブルプレーに倒れてしまいました。ノーアウト満塁から0点で抑えたっていうのは大きい。こういう後はチャンスありますからねと思ったんですけどまたピンチです。ノーアウトランナー1塁9回の裏バッターは1番の鈴木。バッターボックスには鈴木。1塁ランナーが帰るとサヨナラという場面で、ここはもう送りバントですね。ファースト取った一塁アウト。ワンアウトランナー二塁です。ワンアウトランナー二塁です。さあカープ一打サヨナラの絶好の場面です。2番バッターの菊池、ね、なるほどそうですね、まあ、ただちょっとチャンスで打てていない場面も見られますからここは打ってほしいですね。これはもうライト前に転がってきたらホームバックホームですね。ストレート打ったセカンドの右抑えた一塁へ一塁アウト。しかしこれは進塁打になりました。ツーアウトランナー三塁には丸が入ります。ここは高打順ですから勝負どころですよ。さよならのピンチ。なおもチャンスは続く。これは井端の守備範囲ですね。掴んでスリーアウト。さよならはなりませんでした。延長戦突入です。10回の表今日まで1本もヒットが出ていない由伸、1本ヒットが欲しい。ピッチャーはヒースです。カープの守護神ヒース、きっちりここはゼロで抑えなくてはなりません。ヒース今季初対戦になりますね。さあマウンドに上がったのはヒース。小宮山さん、投手データ見ていきたいと思います。ストレート、スライダー、ね、K カーブ、ツーシームもありますね。しっかり抑えていきたい。ちょっと狙い球が絞れない。しかも絶好調のヒース。あーストレート、まず1球目ストレートから来ました。2球続けてストレート、ワンボールワンストライク。ヒット1本欲しい場面。うわーチェンジアップか。ストレートのタイミングで振りに行きましたけどチェンジアップ。さあ追い込まれてから第4球、これは外れますね。ツーボールツーストライクの平行カウントになりましたけど、そろそろストレートもう1球投げてくるんじゃないですか。ギャーチェンジアップ空振り三振。今日は5タコ。さあまたピンチですね。ノーアウトランナー1塁、サヨナラのピンチを迎えています。そして5番グスマン、ファーストはエルドレッド、1塁ランナーはエルドレッド。文句なしの活躍ですね。フルカウントですね。なるほどそうですか。6球目は何で来るか。ファールボールです。フルカウントから外れてフォアボール。これはフォアボールか。ノーアウトランナー2塁1塁。いやそうですね、これは迎えるバットは6番の田中。今シーズンこれは送りバントですね。1割8分。ただ浮いたよ。あーっとフライになった。あーフライになってる。取ってアウト。2塁送球、送りバント失敗。ワンアウトランナー2塁1塁。ランナー進めておきたかったですね。変わってワンアウトランナー2塁1塁で木村。なんとか得点につなげていきたいですね。2ボール2ストライクの平行カウントになりました。でバッターボックスには7番の木村が入っています。ここはゲッツー、これ二塁ランナーエルドレッド変えてもいいんじゃないかなと思うんですけどね。そのようですね。ワンヒットでエルドレッドだって帰ってこれない可能性ありますよ。ファウルですと広島側の発言をしてみますけど、切れました。ファウル、フェアならばサヨナラかというところでした。外のボール打っていった。左に切れます。これも切れますね。これが9球目。ファウルです。ファウルで粘るな。2ボール2ストライクです。おー危ない。今のも危なかった。何を投げてくるか。左粘るな。何球目だこれ。いい落ち方だったんですがバッターよく見ています。これでフルカウントになりました。もう10球目ぐらいじゃないですかきっと。
うわ、最後はフォアボール。これでワンアウト満塁。いや、選球眼がいいですよね。これで外野フライでもサヨナラかっていう場面になりました。そして相澤、さっきはホームゲッツーに倒れましたからね、相澤はね。これはうわサヨナラだ。相澤、さっきのホームゲッツーの悔しさ晴らしたな。ポストのタイムリーで見事なサヨナラ勝ちです。打ったバッターはもみくちゃ。カープがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。今日はちょっといいところありませんでしたね。長川が先発した試合でしたけども、延長戦までもつれ込みました。そうそう、このマツダスタジアムの試合だよ。激戦でしたけどね。パリーグの方ではソフトバンクが最下位なんだな今ね。さあ、由伸の方ちょっと疲れ見えてますんで、アシスタントを呼んでですね、まずは志屋敏さんに、仕事の依頼をします。で、疲労をちょっと回復させてですね、さらにはアロマテラピーも受けて、調子を上げましょう。で、さらにたこ焼き職人、この子顔はめちゃくちゃタイプです。さあ、こんなところでいいですか。今日の先発は野村ですね。変化球、多彩な変化球を持ってます。第1戦目黒田、第2戦長川、第3戦野村というところで、広島3連戦の第3戦目、マツダズームズームスタジアムでの一戦。前回の試合では由伸ちょっと当たりが出なかったので、今回はねしっかり結果残していきたいと思います。好天に恵まれました。さあ、早速試合の方を見ていきたいと思います。広島です。ライトセリーグ、まずは1回の表、ジャイアンツの攻撃は三者凡退で切って落とされて、守備機会1回の表です。日産にとっての理想の2番バッターは鈴木。どのようなタイプのバッターになるんでしょうか。先発は杉内。バッターは鈴木。相手を冷静に抑えて、ツーボールツーストライク。平行カウントから、これはレフトかな、この辺りは取れるか、取れないか、抜けたね。これはツーベースヒット。バッターランナーは二塁まで進みました。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウト。ただここは無失点で抑えましたね、杉内ね。さすがベテラン。2回表に入ります。ジャイアンツの攻撃、高橋由伸の最初の打席は2回の表ノーアウトランナーなし。昨日のゲームでは無安打に終わっています。この回の、先頭打者ということで登場です。野村、絶不調だな。防御率 8.63、 3イニング投げて自責点7、負けがついています。まずはドロップカーブから入ってきました。昨日の試合では由伸当たりがなかったので、この試合まず第1打席目ヒットが欲しい場面。サークルチェンジ、キレがありますね。確かにキレがいいように感じますね。ノーボール2ストライクです。ドロップカーブ、サークルチェンジと2球続けて変化球、どうだこれは。高いバウンド、ショート前に来る、間に合うか、アウト。内野安打にもならなかったか。ヒットが1本惜しかったんですけどね。ご覧いただきましょう。ここで素晴らしいプレーが飛び出しました。アウト、間一発だな、間一発アウト。試合の方は広島が2点先制して3回の表、ワンアウトランナー2塁1塁、チャンスで高橋由伸。点検に背負っています。こういった序盤でも差は詰められたくありませんから、しっかり抑えていきたいですね。なるほど、そうですよね。追い込まれるまではストレートで待ちます。
まずはドロップカーブから入ってきた。ちょっと浮きましたね。低め中心でゴロ。前の打席でもドロップカーブから入ってきましたけど、この回もドロップカーブから入ってきた。ゲッツーを取るようなピッチングになりそうですね。第2球何投げてくる？縦のスライダーか、ボール球でしたね。バッターボックスの高橋、今シーズンの得点圏打率は5割6分7厘となっています。いや、ずいぶんと高い率ですね、ここもやってくれると思いますよ、はい、シュート、はい、2ボール2ストライク、平行カウントになって、どうだ小宮山さん、二塁ランナー井端、ゲッツーを狙うにはどういった配球になりますか。できればゴロを打たせたいので、どうだ、これはどうだ、大きいぞ、入りました、これはポールを巻いたか、スリーランホームラン、今シーズン第20号、逆転のスリーランホームラン、スリーランホームラン、ファールかなと思ったんですけどね、ポールを巻いてくれたみたいですね。3対2、相手主砲の一振りでした。この回1点ビハインドに変わります。ご覧いただきましょう、このホームランで逆転されています。これ何だったかな、ピッチャーとしては悔いなのこれ1球でしょうね。早くも逆転されてしまいました。ちょっとボール何だったか球種がわからない。さあ、逆転のスリーランホームランが出ました。すいません、5回の表ですね。ホームランを浴びています。さっきはストレートだったみたいですね。これを見る限りだと1点リードの場面で高橋由伸、ノーアウトランナーなし、ピッチャーは野村がまだ投げてます。まずはストレートから入ってきました。初球はボールから、先ほどの打席では逆転のスリーランホームラン。サークルチェンジ、ちょっとタイミングが合わなかったですね。第3球目、野村。さて、バッターの高橋、バッターとしてはどういう特徴がありますか。左キラーと言っていいんじゃないですか。これはカーブかな、ドロップカーブだと思います。怖い存在ですね。追い込まれてからの第4球目、ボールスライダーです。第5球目、野村、どうだ、これもうまく打ったぞ、ライトへ打球伸びる、この打球はフライになっています。サークルチェンジですかね、うまく捉えたんですが、あ、ライト鈴木に抑えられています。試合の方はというと4対4の同点に追いつかれて7回の表、ヒット8本ずつ打ってますね。ご覧になっていかがですか。4対4、そうですね、7回の表、まあ、ノーアウトランナーなし、よく頑張ってますよね。そうですよね。これはインサイド、あー、ボール球かな、ここは打ち上げています。ボール球でしたね、ストレートだったと思うんですが打ち上げてしまいました。そしてピンチになります。ノーアウトランナー一塁、7番木村を迎えるという場面、まあ、1点の欲しいシチュエーションですから、バントか少なくともランナーを、それは送りバントですか。なるほど、そうですか。2ボール、きっちり送ってくるかどうか、ヒッティングに変えてくるっていうケースもありますしね。ピッチャーですからランナーは要注意ですね。あ、そうですね、あ、送ってきた、これはうまいバントだな。ピッチャーが抑えた、一塁アウト、見事送りバントを決めました。ワンアウトランナー二塁、バッターボックスは、おー、昨日のサヨナラホー、サヨナラヒットを打ってる相澤、勝ち越しのチャンスを迎えています。変化球打った、これはただ一塁送球、一塁アウト、よし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 、ツーアウトランナー三塁、三塁の場面、ピッチャーきっと変えますね。バッターボックスには代打の堂林、おー、堂林が今日は控えに回ってたのか。ここはね、試合の流れを左右する大事な場面ですよ。そうですね、ただ得点圏打率はあんまり高くないな、堂林翔太。ツーボールから、これはどうだ、落ちるか、アンダーソンが背面キャッチ、
勝ち越すことはできませんでした。アンダーソンがうまく先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。落ちてたら勝ち越しっていう場面ですからね。ナイスキャッチアンダーソン。さあ試合の方は9回の表4対4同点のまま高橋由伸が打席に向かいます。これから9回ピッチャーは中田に変わっています。ミスターここまでは手に汗握る。まずは中田のデータを確認していきましょう。ストレート148キロ、シュートが A か、それにフォークにスローカーブも持ってますね。ここはシュートとストレート頭に入れておきたいと思います。初球は何で来るか。初球はチェンジアップから入ってきました。第2球、1球目は、2球目は何か。うわ、空振りになります。チェンジアップストレートってくると打てないな。これ決め球シュートとか投げられるとちょっと厳しいな。いきなり追い込まれてます。2ストライク。惜しいですね。はい、フォークボールを外角にボールで投げてきてワンボールツーストライク。勝負に来るはずだ。うわー、最後はチェンジアップ、空振り三振。まず一つアウトを取りました。さあ9回の裏、さよならのピンチでノーアウトランナー一塁というところ。この5番のグスマン、一塁ランナーはエルドレッド、まあ、これよく見るな。当たりに当たっているという。打った。さあ抜けた。抜けていった。このノーアウトランナー一塁エルドレッドで5番グスマンっていう場面よく見ますね。いや、それにしてもうまく引っ張りましたね。さあそしてバッターボックスにはこれは送ってくるでしょう。さあサヨナラのランナーが二塁にいます。あ、送ってこないんだ。抜けた。セカンドランナー帰ればサヨナラですが。ノーアウト満塁。今のバッティング西さんご覧になっていかがですか。そうですね、見逃せばボールだったんですけどうまく打ちましたね。さあ そして7番の木村、これ犠牲フライでもサヨナラっていう場面ですからね。もう これはもうサヨナラだろう。2試合連続サヨナラ。犠牲フライを見事決めました。なんという劇的な幕切れ。カープがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。2試合連続サヨナラ負けですね。最後の5年きっちりと。2試合連続のサヨナラ負け。高橋由伸いいところで1本が出なかった、残念。ただ3ランホームラン打ちましたからね、由伸はね。はい、というわけで今回は広島との3連戦、第1戦では黒田を見事打ち崩したんですが、第2戦第3戦とさよなら負けですね。はい、というわけで、今回は広島3連戦をお届けしましたが、まあ、次回はですね、移動日を挟んで、DeNA との3連戦をお届けしたいと思います。今回はここまでにしたいと思います。